ベクタ形式、ベクタ形式、ベクタ形式は、コンピュータグラフィックスなどにおいて、画像を円や直線などのような解析機械的な図形の集まりとして表現する形式である。平面をスキャンし、その各点の濃淡の集まりによって、画像を表現する、ラスった形式、ビットマップ画像と対致される。それを描画する操作として、仮想の絵筆を動かすようなスタイルになるとから、 ドロー形式、ドローグラフィックなどとも呼ばれる。ラスタ形式が通常、データの順序によって座標を間接的に示すのと異なり、ベクタ形式はオブジェクトごとに座標を明示的に指定するものが多い。縦横の位置で表す直行座標と方向と距離で表す極座標がある。極座標の方が便利な場合もあり、例えば一般の回転角についてなど、 厳密な結果を保存するために国座標が必要な子もあるが通常は直行座標の方が扱いやすい。また円弧の指定などでも併用される。常にグローバルな原点をベースとする絶対座標と他オブジェクトからの位置関係や最終三小置との相対で表す相対座標がある。例えばロゴなどのタートルグラフィックスではもともと コンピュータから制御される実体を持ったロボット右の写真を参照を制御するというモデルをベースとしていたこともあり相対座標が基本である。この2種類もやはり併用されることも多い。全体に対するグローバルな絶対座標によりあるオブジェクト、図形のグループの原点、座標形を指定し、そのグループ内の図形はそのローカルな座標形を使って定義する。 といった感じである。そのようにすると、例えば、ローカルな座標形に対し移動や変換をかけるだけで、そのグループ自体には干渉することなくその全体を移動や変形させることができる。複数の図形のグループ化やグループ化に、とどまず、ステンシルとしての使用など、複数の図形を組み合わせる方法と、それらの元になるプリミティブが用意されていることが多い。 日常的に、あるいは数学等でも、無意識に混同していることが、それで特に困らない場合もあって多いが、例えば、中身のある、円盤とその辺、エッジのみである、円周は異なるものでり、ベクタグラフィックでは、内側のある図形であればその内側を塗りつぶすか、否かの選択がある。また、辺については、ゼロでない太さを指定すれば、目に見える図形となる。 一課の分ではこれらを識別できていないことがある。プリミティブの例としては、ライン、線分やポリゴン、多角形、サークル、円、カーブ、円弧、円の一部などがある。高機能なアプリケーションにおいては、ベジェ曲線を自由に操作でき。その代表的な製品に Adobe Illustrator ーーとコリルドロがある、ベジェ曲線は、対して高度な曲線ではないので、 それを自由に操作できても実際のところ対して高機能とは言えないがそのように信じられていることも多いようである。まに、あ、高度な曲線としてはカナダドルの世界や CG の世界でも研究者などには常識である。ナーブスや対数微的曲線などがある。これ以外にもスプライン曲線などの図形が基本図形として使えるアプリケーションもある。またビットマップもオブジェクトとして 扱えるようになっている場合が多い。点で結ばれた線で図形を表す。結ばれた線の終点が視点と重なった四角や円、多角形などの閉じた図形の内部の領域を面と呼ぶ。点の座標と線の属性、線の太さ、色、破線、実線など線で囲まれた面の属性、色やパターンなどで表現される。点、線、 面のそれぞれの様々な性質、例えば、線の奇襲点の位置、曲線であればその曲がり方、太さ、色、それら線に囲まれた面の色などの変化の仕方などを数値で表す。SVG では、任意のアウトラインを表現するために、このプリミティブを大量のデータを伴って多用することを考慮したデータ形式、パス要素の D 属性の値となっている。文字、内視文字列も、 オブジェクトとして扱えることが多い。文字自身の文字コードと座標のほか、フォント名、サイズ、色、変形方法などが指定できることが多い。サイズには他のオブジェクト同様の座標値やミリ単位のほかに、ポイントなど文字として扱いやすい単位も使えることが多い。ビットマップ画像も一つのオブジェクトとして扱うことができるものも多い。 描かれる座標と縦横の表示上のサイズ、または縦横の解像度や拡大率を持つ。場合によっては描画方向、回転角度や反転軸、アフィン変換などの変形の情報を持つこともある。ビットマップデータは埋め込み方式のものもあれば、外部のファイルなどを参照する方式もある。大きな画像データなどでは、後者の方法が扱えた方が取り回しが良いが、 ファイル1個に必要なすべてのデータが入っていない、不便もある。多くのドローソフトあるいはデータ形式では、これらのオブジェクトに対し、拡大縮小、回転などをかけることができる。一般化して、アフィン変換としているものが多い。共通部分や差分を取り出す、いわゆるブーリアン演算もついているものが多い。グラデーションや透明度、アルファ、 あるいは不透明度オパシティなどを扱えるドローソフトやグラフィックフォートもある。透明度を含んだ合成に関する詳細はアルファチャンネルの記事を参照。ベックタイメージはデバイスヒー存ンの図形、画像を記述するのに優れている。ラスタライズや印刷の処理プログラム等を各デバイス向けに作ることができ、それぞれの描画指示の元となる。 図形情報だけをデータとして扱うことができるからである。このような考え方からポストスクリプトや PDF といったページ記述言語の描画モデルはベクタベースである。三次元コンピュータグラフィックスでは三次元空間上の多角形、ポリゴンや曲面等として形状を作成する。これは二次元図形であるベクタイメージを作成するとき、 基本図形を組み合わせて複雑な図形イメージを作ることと非常に似ている。この3次元の図形イメージを投資図法などで2次元のビットマップに変換する作業をレンダリングと呼ぶが、これは形状や位置の他に光のあたり具合なども計算しなければならないので、2次元のラスタライズの処理に比べはるかに複雑である。そのためゲームなどの速度を要するレンダリングでは、 曲面を用いずに平面であるポリゴンの集まりで物体を表現するのが普通である。マッキントッシュで使われるクイックドロー、DTP で使われるポストスクリプット、カナダドルで使われる HPGL などがある。ポストスクリプットや HPGL など図形処理言語と呼ばれるものは形状表現だけではなく、プログラミング言語的な機能も持つものがある。特に、 ポストスクリプトはほとんど汎用言語並みの能力がある。アプリケーションだけでなく、プリンタ内部にもそれらの言語処理系が用意され、スピーディにラスタライズできる機種がある。ドローソフトと呼ばれる。以下にはドローソフトの機能も備える汎用のグラフィックソフトを含む。ラスタイメージに展開することをラスタライズという。ラスタライズは容易な変換だと思うものもいるようだが、 実は、サブピクセルの考慮など、素人が思うほど容易ではない。コンピュータシステム内では、多くの場合、グラフィックシステムの描画 API を利用して、ビットマップオブジェクト等に対して描画コマンドを発行するというようなスタイルで生成できる。ディスプレイの何倍ものが素数であっても、内部に仮想フレームバッファを設定すれば、可能となるが、そのためには大きなメモリが必要である。 逆は一般に難しい。なぜなら逆問題だからである。一部の高度なソフトにはベクタ化の機能を持つものもあるが必ずしも万能ではない。2016年現在でも新しい手法の提案などが学会等での研究発表で見られる分野である。画像をピクセルの集合で表現しようとするビットマップと比べ拡大、縮小、その他の変形を施しても 図形イメージが基本的に劣化しないという特性を持つ。単純な図形で構成されている場合、ラスタ形式よりもデータサイズは小さい。しかしながら、写真のような画像から線や面を抽出して数値化することは、現在の技術では困難であり、実際には、初めからグラフィックソフトウェアを使用して、ベクタイメージを作成する場合おいては、画像アプリケーションには使われない。 すなわち、ロゴや、ヒリアリスティックなイラストには向くが、その他の一般画像には不向きである。逆に文字のフォントデザインにおいては、拡大や縮小その他の変形が容易なことから、多用される。このようなベクタイメージの手法を用いた文字フォントを、アウトラインフォントと呼ぶ。ラスタースキャンディスプレイには、ラスタライズして表示される。1950から1980年代の、 コンピュータでは、ラスタースキャンでの高精細な表示は効果につき、ラスタースキャンに必要なフレームバッファを構成できる、性能と容量のメモリなどのため難しいことら、図形の表示目的に、ベクタースキャンディスプレイが用いられていた。また当時は、プロッターも活用された。カナダドルなどで使われた。ベクタースキャンでは、スキャンの速さを変えることでも、軌道を変えることができる。これに対し、 ラスタースキャンでは、ブラウン管の電子銃は、表示面を均等に操作するのであって、輝度は電子銃からの電子線の強さを変調することで、表現している。プリンターの多くもディスプレイ同様、ラスタスキャンを行っている。それゆえ、アウトラインフォントのテキストや、ベクタイメージを印刷するときは、OS 上もしくはプリンターの内部で、高解像度にラスタライズされてから印刷している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。